こんばんは、スタジオコークです。イエイ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 。今週から11月ということでね、すっかり寒くなりましたね。なんかね、寒いな。寒いですね、うん、寒いさん、おかしい。ジュリーさんちょっと違う。なんか夏の人がいますけど、まあまあまあでも私今日コート羽織ってきたんで、はい、寒くて本当に寒い。あのおしゃれなやつ羽織ってありましたね、はい、Pコートを今日は着てきました。しっかり寒くなるということでね、あの体調管理しっかり気をつけていただいて。今日はなんかあの、なんか171年に一度のなんかイベントがなんかあるって出てました。何でしたっけ。あのあれですよ、あのウルーの9月というやつですよ。ウルーの9月、はい、それ何それ。というのはまあ一言で言うと、うん、ミラクルムーンです。それ一言言い過ぎやろ。全然脈絡がない、うん、まあまあそんな感じでいいですね。そんな感じで、はい、まあまあ、ね、あのチャットまでいただいてね、あの、はい、ミラクルムーン全然僕よく分かってないんで、また教えてチャットで教えてもらえるとね、うん、ありがたいので。そうですね、はい、あの Facebook の裏コホの方にもですね、載せていただいたりとかしても OK なので、はいはい、お願いします。ぜひぜひお待ちしております。ということで、今日の司会は誰ですかね。なんで俺に聞いてこっちだろ。あ、俺かすいません、今日僕司会します、はい、どうも MC の立花高所です。よろしくお願いします。頑張れ頑張れ交渉、頑張ります。君ともの方針、はい、そしてはい、毎度おなじみ伊藤彩香です。よろしくお願いします。イエイ。はい、スタコホ相談役の清水です。よろしくお願いします。新しい役職が、はい、新しい役職を仰せつかりました。はい、ということで楽しいメンバーも揃ったということで、はい、今週の湖北の風景を、はい、行ってみましょうか。ではどうぞどうぞ。はい、これはですね、土曜日ですか、土曜日に開催されました、うん、ほうほう、あの農業祭り、農業祭り、はい、JA 農業祭りっていうのが、北琵琶湖農業祭りですね、はい、うん、これ結構この日雨がたくさん降ったんですけど、ほんまですね、傘差しちゃいますね、そうなんですけども、結構あの皆さんたくさん来られてまして、であのいろいろいろんなところで取られたあの食品とか、ほうほう、あとお餅つきをやってたりとか、雨の中ですか。はい、雨の中をあのお餅をついてて、お子さんとかもね、あのお餅をついて一緒にやってましたね。でこれあの一つのブースなんですけど、あの普通のおか、あの何、電気とかそんなのなくて、こういう薪でおあのご飯を炊いて、ご飯というか餅米を炊いて、昔ながらの、いいですね。でこれ奥の方で薄と杵でお餅をあのついておられまして、でこれはあの小さなお子さんが参加して、可愛らしいですね、うん、こういうところもあの参加されてましたね、うん、はい、そういった体験もできるということで、うん、はい、毎年毎年やられてるみたいで、うん、まあ、今年も雨だったんでどうかなと思ったんですけども、でもすごくたくさんの方が来られてて、うん、はい、天気も関係なしに大盛り上がりの、うんうん、そうですね、はい、これね、湖北町でしたっけ。そうですね、湖北町、早見のあたりですかね、うん、はい、さてさて、じゃあ次行ってみましょうか、はい、お、これは何や。これはあのこの前あのスタジオ湖北でも紹介させていただいたあの11メートルの 玉入れですね。高槻のね、はい、高槻の名物になりましたね、はい、これやっぱ実際にこう下からこう上見上げてみると、結構この11メートルってすごく高くて、で小さなお子さんもこうなんか上をこう見ながら応援してくれてましてね。でこれあの今回16チームの方が参加されたんですけど、はい、で1チームあの3分で、3人から5人の方が1チームになるんですけども、その間にこの11メートル先のカゴに玉を入れるという競技されてまして、これって入るんですか。でね、これが入るのはすびっくりしたんですけど、これね、はい、強いチームはだいたい5個から6個ぐらい、この3分間に5、6個入れられてましたね。結構多くのチームの方が入れられた。そうそうそう、うん、で、あのこれの景品もすごく豪華で、お、 USJ の景品が当たったりとか、めちゃくちゃ豪華じゃないですか、うん、あのみんなたくさんの方が参加されてました。お、はい、これね、あのこれ投げてる姿をこう撮ったんですけども、もうほとんど垂直に近いでしょ。だいぶ皆さんこうね反っているんですね。
で3分間も投げ続けると、うん、もう肩がみんな痛くなって、最初勢いよくバンバンバン投げてるんですけども、もう2分ぐらいからもうみんなこうヘロヘロになって筋肉痛確定ですね。そうそうそうなるほど、なかなかすごい玉入れでした、はい、参加してみたいですねこれね、また来年も多分されると思うんで、うん、もうね恒例となってきたので、うん、はい、今年は横じゃなくて縦11メートル、はい、午前中はその縦の11メートルで、うん、午後は横にして横11メートル、はい、お子さんとか小さいお子さんなんかも、うん、参加できるような形で、うん、横の玉入れもされてたみたいですね、うん、ちょっと私はよく昼からの方行けなかったんですけども、はい、なるほど、はい、ということで、はい、次の湖北の動きですか、次まだまだあるんですね、はい、まだ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 、うん、今日盛りだくさんですね。おこれすごいんですけど、これ11月3日の月曜日に、はいはい、ちょうど雨と天気が交互でこうなってた時があったんですけども、皆さんこれ虹がこう二重になって、ほんまほんま、普通一重の虹だったらね、どこでもいつでも見られるんですけども、うん、二重の虹になって、それも虹がかなりこうくっきりすごいですね、めちゃくちゃ綺麗ですね、バームクーヘンみたいになってます。バームクーヘン幻想的ですよね、うん、そうなんですよ、うん、でこれはまあ私が撮ったんじゃなくて、うん、山田麻子さんという方が撮っていただいた写真をちょっと今回、使用させていただいたんですけども、すごく綺麗に撮れてますね。これレアショットですねこれ、なかなか見れないですね。そうなんですよ、うん、で皆さん撮られてるのなかなか端っこしか撮れないとか、こう、うん、これはパノラマを使って撮られてるみたいなんですけどね、はい、綺麗、はい、おお今見せてもらいましたね、はい、次行きましょうか。次お願いします。すみません、これまた実家ネタなんですけど、お実家の新坂なんですけどね、隣に大きな駐車場があるんですけども、ちょうど今の時期除雪車が、ああいよいよですねこの季節が、準備万端でいつでも雪が降っても大丈夫なように。そうですね、はい、今行くと8台ぐらい除雪車が置いてますね。楽しいですね、はい、まあ、早いとね11月の終わりぐらいから降ったりとかしますしね。ただね、伊吹山に雪が降って、そうですね、はい、知ってる、伊吹山に3回降ると、うん、里にも降るっていうのがね、うん、あ、もうなんかずっとそうやって言われてますよね、うんうん、で結構それが何となく当たったりして、うん、当たりますね、うん、そう、そろそろ降るかなと思って朝起きたら積もっているっていうことがね、そうそうそう、あるんで、はい、なんかチャットが来てますね。チャットが来てますね。来てますか。よっ、ひなわの工場お、開いてます。これとも書いた人はもう知ってる人なんでということで、ジミーさんって半袖って毎晩、朝晩の気温10度ぐらいなんですけど、どういう感じ？え、いや、結構今はちょうどいい感じ。暑がりですか？あ、暑がり。夏どうやったんですか？夏はもう汗たらたら流してたじゃないですか。確かに夏じゃない記憶ありますけど、はい、ちょうど今の時期がこういい感じの時期。そうなんですか？はい、真冬とか、いつ長袖に気あるんですか？一応長袖は、長袖は今もスタンバってるんですけども、今も会社勤めですけど、会社でも今も半袖で、はい、ちょっとあれですね、衣替えの時期が人よりちょっとだいぶこれ2ヶ月ぐらいずれてるかもしれない夏服の出番が多いですね。はい、そうです、はい、ということでね、典型的な湖北の人間ということで、はい、はい、ということで、じゃあ今週のテーマに移っていきましょうか、はい、今週のテーマはこれだ。カメラさん、やっぱ秋といえば文化の秋ということで、何ですか文化って。文化というと、はい、いろいろありますよね。おお。多文化共生だ。それ、はい、無理くり。ということでお二人取材行ってきていただいたんですが、ね、はい、はい、そうなんです、日曜日11月2日にですね開催されました、リンコでね開催されました、はい、多文化共生フェスタの方に行ってまいりました、はい、ね、日本文化だけじゃなくて海外のね、うん、文化もたくさん、そうですね、体験してまいりましたので、はい、もう早速ね V の方を見ていただきたいなと思います、はい、それではどうぞ。
エスパチーニョ、あ、違う、エステチーニョなかなか発音難しい。ちょっと牛肉ということで、あれも肉汁がすごいんです。いただきます。うん、めちゃくちゃ柔らかいです。こちら大根餅ということで、チリソースもかけていただいて、表面がパリッとしてて、中がすごくね、とろっとこうふわっとした感じで柔らかいです。大根餅、台湾 の、 あのお正月ね、大根餅を食べますね。あのこれ本当はそうです、あのお正月で大根餅で、あのでは今韓国をブースに来てまして、はい、そちらでトッポギをいただきました。私トッポギ実は初めて食べるんですよ、初挑戦なので。いただきます。あ、すごいね、お餅なんですね。お餅、うん、でもあの柔らかすぎるんじゃなくて、すごいちゃんと食感もあって、またこの味付けが美味しい。このね、ちょっと辛めですか、ちょっと甘辛い感じです。あんまりなんか辛いのが苦手っていう方でも食べれるような感じになってます。はいはい、なるほどね。蒸し上がり、あ、これか、サンドリッチ、はい、わー、すごい。え、こんだけ赤いのは、いらっしゃい、味付けを、一応と、あの、味出ないように唐辛子パウダーとパプリカ入れてるもんだから、あ、パプリカも、へぇー、すごい、香りも、すごいスパイスも、これいくら、早速、いただいてみます。そんだけ色が赤いから辛いかなと思ったんですけど、すごくね、そんなに辛くないんですよ。逆にこうちょっと味わい深い感じの、うん、これ中まで味が染みていてめっちゃ美味しい。チキンカレーとナン、もう私もう大好きすぎて、ちょっと自腹で購入です。今日今着せていただいたモンゴルなんですけど、ちょっと光沢のある生地で、ちょっとボタンの位置とかもだいぶ変わってて、あとね、ここ実はこれベルしてるんです。寿司に留めていただいて、ワンピースみたいなガウンのようなのある多民族衣装体験コーナーっていうところは
ジャイカさんからいろんな国の民族衣装をお借りして急に来てもらえるコーナーなんですが、とても人気でして、もう3年連続やらせてもらってます。カラオケ大会もずっと継続でやっておられるんですか？はい、カラオケ大会はこのフェスタのイベントが始まる1年前からやってまして、今年で4回目になるんですね。で、初めの時は本当に、パッと来て歌ってもらうだけで、年々レベルも上がってきまして、皆さんすごく上手だなと発信してます。ちょっとホールの前通った時にめちゃくちゃ綺麗な、あとちょっと中覗かせていただいたら、外国の方がね、日本の曲を歌っておられて、日本人よりも日本語上手やなと思って、そういう感じだったんですけど、もう私も感心するぐらい、この人日本の古い歌だったり、日本の歌本当によく知ってられて、すごく上手に歌われるので、私楽しんで聴いてます。普段ニファさんはどういった活動をされてるんですか？ですね、外国人向きには日本語教室をまずやっております。ボランティアの先生になっていただいて、ボランティアの先生が3人がマンツーマンがすごい少人数制で日本語を教えることをしています。また大人向きの日本語教室の他には、外国人の子ども向けに教育支援の教室をしています。小学校に上がった時に必要になる鉛筆の持ち方だったり、日本文化のちょっとしたことなんかも教えています。日本人向きにも外国の文化を知ってもらおうということで、いろんな外国語の教室をしています。今は英語、中国語、ポルトガル語、フランス語、スペイン語、韓国語、いろんな外国語の教室もしています。そうですね、今はまだまだ教会の中、日本人の中でイベントを組み立てて外国人を呼んでるような状態なんですけれども、今後もっと外国人の方も一緒になってイベントを作っていって、外国人を呼ばれるの関係じゃなくて、もう本当同じ仲間として作り上げられるようになったらいいなと思ってます。すごい盛りだくさんでしたね。そうなんですよ、すごい、ちょっとね、天候が心配されたんですけど、なんとか天気も持って、うん、多くの方が来ておられて、すごい賑わってましたね、もう本当に日本人だけじゃなくて外国人の方もたくさん来られてましたよね。そうなんかね、あそこ林口の周りって、あの日だけなんかこう長浜にいるのか、どっか異国の土地にいるのかね、なんかちょっとこう、感覚がおかしくなった気がして、そうですね、だって食べるものも外国の食べ物だし、で周りにいる人もちょっとこう日本人じゃない人ばっかりがいるし、なんかすごく面白い、確かに空間やった、逆に日本人を見かける方がなんか珍しいぐらいの感覚やったなっていう気はします。でもっとこうあれやね、こう集まった人がこう喋ったりとかするともっと面白いかもしれない。ああ、そういうね、国際交流、多文化共生が生まれると。そう、2人ともすごい美味しい思いされてましたね。たくさんいろんな、ね、エスニック料理と言われるね、いろんな国の料理をいただいてきたんですけど もう本当に美味しくて、ね、やっぱでも国によって全然この味付けの仕方も違うし、そうや、ね、やっぱり日本とは違うこう料理の仕方をされてるので、そうですよね、だから日本の料理も外国で認め、例えば、ね、すき焼きとかお寿司とか、いろんなものを認められてるけれども、外国の料理もやっぱりこちらに来て、いろんな形でこう、ね、接することができる機会があるっていうのはすごくいいなと思って、そうですね、ちゃんと実は今回V の方にはないんですけど、日本のブースもちゃんとあって、お、写真ありますか？ね、本当にね、にぎわってたんですよ、私このね、さっきも V で出てた何でしたっけ、何の作り方、ね、出来上がったものを食べるのは経験あるけれども、何をああいう風にしてこうなんかこうペタ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 して、伸ばしていきながらね、で最後この円筒形の筒の中にこう内側にペタッとこう貼り付けて、釜の内側に、これ今写真出てるんですけど、釜の内側にペタッと貼って、そうそうそう、そこからね膨らんでいって、
出来上がったものをなんかコイコイっとしてトラあるっていう、うん、なんかなんてああいうまん丸じゃお好み焼き、お好み焼きみたいにまん丸じゃなくて、うん、なんてこうあんなこう涙目みたいなね涙目で、あ、こういう、こういう風に作る境にこうやってこうこんな形になるのかなと思って、うん、固定パンパンするんですか。そう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 ですね、うん、こうめっちゃ早かったですよね、手つきが、うん、本場違いますね。ね、出展されたってどういう方ですか。ね、参加されている方は長浜に住んでいる方か、もしくは長浜にお店を出されている方が皆さんこう寄り集まって出店されてたんで、はい、だから普通のお店、通常お店やってるいらっしゃる方があの日だけは ああいう形で出されてていうところもたくさんあったみたいですね。じゃあ本場の味を身近に味わえるお祭りだったということで、うん、ね、うん、そうなんです。まあこれ毎年毎年やっておられるんでね、はい、おお、これは何、あ、これね、ブラジルのね、一番最初に食べてましたあのお肉、あ、ブロック肉のね、バーベキューのやつめちゃくちゃ柔らかかったんですよ、ジューシーで安くて美味しかったよね、これね、うん、おいくらですか、これこれで300円、え、安い、うん、いいなぁ、お、これはこれ何それちょっと私食べてないんですけど、あ、でもブラジルの方やっぱり長浜たくさんいらっしゃるので、うん、ブラジルのブースが一番こうちょっと広めに取ってあって、あ、そう、ね、ね、人もたくさん並んでおられましたし、うん、うね、うん、あ、これね、あれですね、トラックで寄進者というかね、地震、うん、の体験ができる、もうみんな乗ってキャーキャー言ってやられましたね。そう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 、うん、あ、これですよね、はい、これ防災のイベントも兼ねている感じですかね。やっぱりこう、うん、外国人の方がそういう防災の体験、うん、なかなかね体験する機会がないので、うん、こういうところで、まあ、体験されてるのかなと思うんですかね、うん、なるほど、はい、他にもこの煙が充満したのがあったりだとか、うん、もう展示の方にでもですね、あ、これですね、煙が充満したの中に入ってその体験ができるという。この煙自身はね、ちょっと人工的に作られているので、うん、そういう人体に全く影響のない無害なものをこう煙に仕立てて、でその中に入ってこうどんだけ視界がこう狭められているかっていうのを体験できるような、うん、あ、なるほど、はい、このいざという時は避難の練習になるということですね。そうだね、うん、あとですね、この展示とかも中でしておられたんですけど、これ今写真出てます、防災とかのね、パンフレットを日本語のパンフレットだけじゃなくて、うん、いろんな言語のものがちゃんと用意されてるんですね、うんうん、何語ですか今これ出てるの。日本語の方かな、なんですけども、結構でも5カ国語ぐらいバーって並んだったんですよね。ポルトガル語とかね、うん、そうですね、ポルトガル語とかほんまにもう全然読めない、うん、休憩所もなんかそうなんです、休憩所とかこうね書いてあるのも全部下に英語やったりとかポルトガル語やったりとかっていう形で書いてあったんですよ。すごいインターナショナルですね、うんうん、やっぱりそういうね配慮もされていて、うん、もうみんなで楽しむイベントやなっていう風に感じました、うん、そうですね、うん、でこのフェスタを取材されてたのは、うん、ですね、長浜市民国際交流協会ニーファさんです。先ほどかのジミーさんがこのニーファさんがリーファと聞き間違えるんだって言ってありましたけど、はい、皆さんお間違いないように、はい、ニーファさんです。はい、そうですね、はい、お、ですね、あ、チャットも来てるんです ね、季節ごとくらいにやってもらいたいっす、うん、とかね書いてますね。こういうイベントをですね、そうですね、この長浜でなんちゃって海外旅行、あ、確かにね、確かに確かに、うん、もうこの厚木に行けばこう海外旅行に行ったのと同じような体感が味わえるという、パスポートいらずで、そうか、いいですね、うん、いいですね、ぜひ考えやってもらいたいですね、うん、このニーファさんなんですけども、はい、いろんな取り組みをされていて、はい、先ほどVTR の方で長野さんがお話ししてくださってましたけども、うん、各語学教室やったりとか、まあ、日本人も外国人も一緒になって子育て支援、うん、をされていたりだとか、まあ、プレスクールみたいなのもだからあるんですね。うん、また外国料理の教室もありますし、また日本文化外国文化の体験もできるということで、うん、そう、盛りだくさんですね。そうなんです。もう長浜に住んでおられる外国人の方々と共に生活しやすい環境を作っていこうということで活動をされております。うん、素晴らしいですね。
最後中野さんもすごいいいことを言っておっしゃってましたんでね。そうなんですよ、うん、ね、あの今は日本人だけでこういうイベントやったりとか、うん、そういった教室などをセッティングしてるんやけど、うん、ね、今後はもう外国人と一緒になって何かを作り上げていきたいということをおっしゃってたので、うん、ね、それが本当に多文化共生やなっていうふうに、ね、うん、感じます。なるほどね、うん、長浜市でもね、そういった取り組みということでいろいろ考えておられますし、先ほどのね、うん、防災のガイドブックなんかもそうですし、市の方でもそうやって取り組みをね、多文化共生の取り組みをされてるので、うんうん、やっぱり長浜とても多いって言われてますから。そうですね、うん、私たちもだからそういう海外のね、そういう文化を知ることで、うん、やっぱりこの身近に感じられるというか、うん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 、だからこそこうなかなか普段やったらこう近づきにくいなとかって思っていても、文化を知ることによって、うんうん、やっぱりこう距離がちょっとやっぱ縮まるなっていう感じはしました。確かに、はい、うん、お、チャット来てるよ。こう日本人もちゃんと日本文化を知っとかないと恥ずかしいっすねっていう。確かに確かに、逆にね、あの外国の方の方が日本文化を知っておられるっていうこともある、ね、ありますし、ね、最近ノーとかね、ひなわじゅうとかね、うん、あ、そうそう、ひなわじゅうもね、うん、そうですね、うん、これはもう高所にお任せです、ひなわじゅうに関しては、うん、お、またチャットで、うん、老後はブラジルで過ごそうかと密かに考えている。おお、いいですね。このリオの祭りとか参加する感じですかね、老後は。うん、なるほど、カーニバル。カーニバル、うん、ね、ちなみに今長浜市にどれぐらいの外人さんが、外国人がおられるかって知ってますか、皆さん。え、人口が12万人でしたっけ、うん、長浜市の人口が12万人で、うん、外国人がどれぐらい、5000人ぐらい。もうちょっと少ない。浜市は少ない。3000人。お、お、すごい。お、そうです、そうです。今だいたい約3000人と言われてます。うん、何、そうです、ね、長浜市のだから総人口の 2.4% って言われてます。100人に2人は外国籍の方がおられるという。うん、そうです。なんか本当にね、皆さんのほんまに身近にいらっしゃるので。うん、なるほどね。うん、やっぱ接する機会もそれだけ多くなってくるのかな、今後って。そうですね、あのショッピングセンターなんか行っても結構ね、いらっしゃいますもんね、うん、あのご家族連れとかね、うんうん、ね、もうこれであの国際都市長浜にしていきましょう。はい、うん、そうですね、いいこと言った交渉。いえいえ、最後にちょっといいまとめだありがとうございますということで、今週の、はい、今回企画、ね、多文化共生ありがとうございました、はい、文化体験をしてまいりました、文化の秋らしく、はいはい、ということで、あ、今日あのこの言い忘れたんですけども、放送をお送りさせていただいているのは、長浜市元浜町にあります長浜バイオ大学町屋キャンパスからお送りさせていただいております。はい、いつも通りのね、はいはい、ちょっと30分ほど遅れましたけどもということで、続いてあのスタコホーリーヒゴエンド、今月から、新しいに変わるんですけども、最近 CD アルバムを発売されました、この方です、聖なる森ミストミュージックエピソード1 by 相葉光三ということで、相葉さんの音響アーティストされている相葉さんの、素晴らしいこの音響を聞きましょう、はい、ということで、はい、相葉さん、ああ以前もね、あのスタコホの方にも出てくださいましたし、うん、もう皆さん知っておられる方もね、はい、いるかなと思います、うん、はい、ということで、じゃあスタコホリコメントいきます。どうぞ、どうThank you.
すごくリラックスできましたね。この一瞬で。もう今私これリラックス状態。もう癒される。もう僕の緊張もほぐれました。多分。よかった。よかった。いやでもね、すごい綺麗な音楽で、うんうん、すごい森林の風景もすごい良かったですね、うん、なんか寝る時に聞きたい。あ、いいですね、安眠ですね、うん、安眠確実です。ということで、相葉幸三さんでした。はい、はい、ということで、次の、曲はこれですね。はい、相葉さんが言っていただきましたね。はい、グルメレポ、もうちょっとしたかな、グルメレポということで、はい、今回はまたオッチさんとの、そうです、はい、11月号ですね。今日も行きました。はい、あの毎月行っておりますスタコホとオッチのコラボ企画グルメレポということで、今月で第4弾となりました。さて今回はどこに行ってきたでしょうか。どこ行ってこられたんですか。どこ行ったでしょうか。食欲の秋なんでね。そうですよ、あれ食べあったんじゃないですかね。あれかな、どれかな、でもたくさんグルメはね、いろいろあるんですけども、こちらに載ってます。お、今回なんとなんとこちらですね、その横かな、そう、京極寿司さんに行ってまいりました。もう本当に街中のね、もう有名店ですよ。うん、うん、はい、ちょっと旬のね、お魚をいただいてまいりましたので、早速皆さんにも見ていただきたいなと思います。それではどうぞ。どうぞ。今日はこちら京極寿司さんにやってきました。早速中に入ってみたいと思います。まず1回目、タラの昆布締めですね。タラの昆布締め、はい、ちょっとお寿司のネタとしては珍しい魚なんですけど、新鮮なタラって実はすごい淡白で美味しくて、ただでもその生のまま食べるとちょっと水分が多すぎて柔らかすぎるっていう難点があるんで、昆布に挟んで一晩寝かして昆布の旨味をキュッと入れて中の水分をちょっと出しながらっていう、ちょうどいい柔らかさになる、ちょっと不思議な食感の昆布締めなんですけども、上にお醤油もついてますので、ね、そのまま召し上がってください。いただきます。この水分をちょっと抜くって言ってやりましたけど、はい、ちょっとやっぱ身がキュッと締まった感じがありますね。身が引き締まって昆布の旨味がきっと中に凝縮されて美味しくなる、昆布締めっていう製法で作ってるやつです。失礼します。天然のビワマスですね。今すごい全国でも注目を集めている魚の一つで、琵琶湖の固有種の魚なんですけども、これを食べるために全国のグルメって言われる人が東京とか大阪とか結構他府県からも、ね、わざわざこれを食べるためだけに来られるような、こんなネタですね。本マグロの赤身の漬けです。漬け醤油に5分ぐらいちょっと漬け込んで即席で漬けにしたんですけども、生で食べるより身がキュッと引き締まって、香りも食べた瞬間に口の中に広がる香りが、普通の生のマグロよりもして美味しいです。ちょうど今日今ね、もう今秋から冬にかけてどんどん脂持ってくるマグロで、200キロぐらいのサイズの本マグロの赤身なんで、味もすごい深くて美味しい時期です。はい、すいません。小肌ですね。
まだ関西ではちょっと珍しいんですけどね、あの江戸前のお寿司の中ではもうこの小肌がないと怒られるっていうようなネタで、まあ、これでちょっとそのお店の異様が問われるっていうようなネタなんですけど、最近関西でもすごく人気で、あの江戸前の人が増えてきたんで、すごい人気出てきまして、まあ、これがあるっていうことでわざわざ他県から来ていただく方も多いっていうような、そんなネタですね。どうぞ。お肌いただきます。あ、すごい、なんか爽やかな。そうですね、あのサバみたいに酢で締めてはいるんですけど、あのそこまできつく締めてないんで、あのさっと食べると口の中でパッとほどけるような感じで、でちょっとこれも柚子を散らしてるんで、柚子の香りがふわっと後から入っていて、すごい柚子と合いますね。ね、すごくね、合いますね。サバの棒寿司ですね。これうちの昔からの看板メニューで、あの酢で締めてるんですけれどもね、あの柔らかくて、あの今一番脂乗ってて一番いい時期で、あの秋サバっていう今脂乗った一番いい時期で、すごく身も厚いし脂も乗って美味しい時期ですね。はい、ちょっとお聞き。柔らかいですね、すごく身が。そうですね。すごい口の中にジュワッとこう身が広がる。これは結構身も厚くするんで、シャリもずっとあの潰すような感じで握ると口の中で噛んでいく中で結構このなんか調和されるというか、あの食べ応えのあるお寿司なんですけど、これはあんまりふわっと握るよりはこうやってやった方が美味しいんですね。はい、すいません。今ねちょっと珍しいネタで、うちでぐらいしかほとんどお寿司としては出してないと思うんですけども、ビアマスの黄金イクラっていうビアマスのイクラです。もうあとちょっとでねなくなるぐらいですけどね、あのすごくねあっさりしてて、これ見てもらったら分かるんですけど、こっちが鮭のイクラで、こっちがビアマスのイクラで、赤とねちょっとあの黄色っていうかね黄金色して、すごくあっさりしたね美味しいイクラですね。でもこれあんまり濃い味付けしてないんで、ミニイクラ丼みたいな感じで、あの海苔なしで、はい、スプーンでねすくって食べる。そうです、ちゃんとご飯も入ってる。じゃあ次の方から、はい、坊主寿司一本の大阪一丁ですね。鮭のイクラと本当に違って、なんかこうちょっとあっさりした感じもありますね。すごいサラッとしてて、あのあまり癖がないんで、結構パクパクといけてしまう。これをずっと口の中に入れてたいんですけど、これ飲み込んでしまうのがもったいないぐらいに。その握る強さっていうのもやっぱり微妙な力加減でやっぱ変わってくる。そうですね、ちょっとあの柔らかいネタと硬いネタではちょっとあの握り方も違いますし、ちょうど口の中で入った時に一番このネタとほぐれ具合がいいような感じで握るんで、はい、ありがとうございます。ネタに合わせて。そうですね、ネタにも合わせますし、お客さんにも、お客さんがご年配の方とか、あの食べ盛りの若い子をやったりとかすると、まあちょっと若い子にはちょっとシャリも大きめというかにして、あのご年配の方やったらちょっと小さめにしたり、もう本当にあの目の前のお客さんのに一番合った出し方っていうので出すようにしてますね。だからもう何グラムっていうのがこれの正解っていうのがなくて、お客さんと喋っている中でこのお客さんの好みはシャリ小さめの方がいいかなっていうのがあったらシャリ小さめにしたりとか、そういうふうな、もう完全にオーダーメイドの目の前のあなたのために握るっていうような感じで、関西やとうなぎの握りとかも多いんですけどね、関東の方行くとこのアナゴの握りっていうのもまたその腕の見せ所みたいなのがあって、ずっとあの修行から戻ってきてからずっと追い出ししてる煮汁出て炊いたアナゴですね。はい、これ、ね、卵焼き2種類です。ちょっと2種類出すとこ珍しいんですけど、両方ともうちで作ったあの
卵焼きで、こっちは甘めのだし巻きですね。シャリがついてる方、これシャリついてない方がね、今喋ってた江戸前の卵焼きって言いまして、江戸時代ぐらいに作ってた作り方で再現して作ってる。関西でもほとんど作ってるのもないっていうような、昔は砂糖が高価だったんで、甘いもんを砂糖をあんまり使わずに作るっていうのが一つの腕の見せ所みたいなのがあって、エビとか白身のすり身使って、みりんとか酒とかでちょっとずつ甘み足して、ね、こういうカステラみたいな味を作ったんですけど、2時間ぐらい作るのにかかる、1枚焼くのに2時間ぐらいかかるので、うん、すごい甘いですね、うん、はい、ありがとうございます。本当にスイーツかと思うぐらいの甘さがあって、でもこれ全部自然な甘さなんですよ。今ちょっと砂糖も入れてるんですけど、そんなたくさん入れてなくて、本当にあの砂糖も少ないんで、あの割と自然な甘みっていうか、あの昔の先人の知恵ですけどね、すごいなと思いますね。大手門通りで、祖父の代から、61年続いている京極寿司です。今はちょっと私の代になって、江戸前のお寿司っていう、ちょっとこうやってカウンターでお客さんと喋りながら一貫ずつ出させてもらう、その一手間二手間加えたような工夫したお寿司をね、食べてもらうようにしてる江戸前おまかせ握りっていうのがありますんで、ぜひお寿司好きな方はね、気楽にちょっと来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。またお席、個室とかテーブル席もございますので、そちらの方ではこれからのシーズン鍋とかね、懐石料理の宴会等のご予約も承っておりますので、またそちらの方もよろしくお願いいたします。今日は本当に贅沢なお食事をさせていただいたんですけども、本当に皆さん見ていただいて通りなんですけど、一貫ずつこう出てきて、もう一貫ずつ食べるたびにも幸福度が増していくんですね。本当にまたこの雰囲気で食べるっていうのもすごくいいですし、グルメレポート本当に私だけいい思いさせていただいていいのかなという感じで、ありがとうございます。はい、本当にごちそうさまでした。本当に美味しそうでしたね。つまやかさんばっかり美味しい思いしてずるいですよ。ちょっと今回食べてばっかりなんですけども、いいな、もう食べたいなでしょう。ということで、なんと今日はその京極寿司さん大将の増木さんに来ていただきました。こんばんは。こんばんは。出前お持ちしました。はい、そうなんです。なんとちょっとカメラさん、ちょっと下に下げていただけますか。これね、今 VTR の中でも出てきました、サバの棒寿司をなんと今店からね持ってきていただきました。作りたてで。やったー、嬉しい。めっちゃ美味しそう。すげー。もう本当にこれずっと看板メニューとしてね、ずっと作られてるんですけども、何年でしたっけ？まあ、創業61年なんですけども、はい、創業当時からずっと作り続けてるおじいちゃんの代からのサバ寿司ですね。すごい。もう味も変わらずですか、ずっと？そうですね、もう昔に比べるとだいぶ鮮度のいいサバが入ってきたんで、昔よりもさらに美味しくなってるとは思うんですけど、作り方製法っていうのはもうずっと昔のまんまですね。シャリももうね、今本当に目の前にあるんですけど、香りがね、違いますね。香りがファーってくるんですよ。そう、お腹減ってきました。お腹減ってきた。なんかお腹減ってきた方がもう一人。あれ、なんかあれ、ちょっと一人増えてませんか。あれバレちゃいました。はい、もうなんか匂いにつられてね。なんかそっとなんか知らんうちに入ってやったんですけど、仕事終わって速攻できましたよ、匂いにつられて。こんだけいい匂いしますもんね。あやかちゃんに次ぐ食いしん坊ですからね。本当にね、もう美味しそう、早く食べたいね。とこのサバの棒寿司看板メニューなんですけども、なんと視聴者プレゼントということで1名様にプレゼントいたします。おイエイ、嬉しい。応募方法なんですけども、アドレス
ラジオコーク .net にメールを送ってください。で、懸命に、サバ寿司応募と書いていただいて、本文にお名前、ご住所、電話番号、そして番組の最後にお伝えします、キーワードを書いていただいてご応募ください。当選された方には、サバの慣れず、引き換え券を、お送りしますので、それを持って、強国寿司さん行ってください。はい。はい、神々。もう一回説明しようか。はい。まず今のね、このアドレスに、タイトルに、懸命にサバの寿司応募と書いていただいて、サバ寿司応募。で、本文に本文にお名前。ご住所、はい、電話番号、はい、そして番組を最後でお伝えします。キーワードを書いていただいて、応募してください。はい、そうすると、当選された方に引き換え券が送られてきますんで、それを持っていただいて、京国寿司さん行っていただいて、美味しい、サバの棒寿司をいただいてください。うん、いやー、言えた。今度はちゃんと言えた。よかった。すみません、噛んでしまって。キーワードはね、噛まないようにしないと最後のね。はい。最後のキーワード大事やから、はい、それはね、ちゃんと言いますんで。ちょっと後でお伝えしますので、はい、皆さんも聞き逃しのないようにですね。はい、ぜひ、はい、この美味しい寿司を食べたい方は、ちゃんと聞いてください。はい、ちゃんと言いますんで。ということで、チャットもね、いただいてますね。うん、たくさん来てますね。めちゃくちゃ来てますね、やっぱり。うん、美味しいものに釣られて、皆さん。贅沢、贅沢です、うん、本当に。長浜のお寿司屋さんでは老舗ですね、京国寿司さん、うん、天然のビアマス、美味しいですよね、本当に、うん、めちゃくちゃ美味しそうですもんね、うん、お、なんかこれは若大将は寿司全国大会巻き寿司の部で金賞受賞でいらっしゃいますぜ。おー、おーすごい、すごい、金賞ですか。そういう大会もあるんですね。そうですね、4年に一遍のワールドカップみたいな感じ。寿司のワールドカップ、ちょうど8年前ですかね、帰ってきてすぐにちょっと滋賀県代表で出させてもらった時に、もうたまたまビギナーズラックみたいな感じで、全国で10位以内の人が金賞ってもらえるんですけど、一応7位入らせてもらって、これで全国でこういろんな店とか、まあ、その職人さんが出られるんですよ ね、 そうですね。全員で何人ぐらい、全員でね、確かあの時40人ぐらい、全国からの代表が全国大会出たのが40人ぐらいだと思う。よりすぐりの40人の中でさらにってことですよね。そうですね、もうたまたまですけどね、本当に。いやーすごい、こんだけ美味しそうな寿司なんでね、すごい。で、他の職人さんもなんか賞を取っておられる方もいらっしゃるとか。そうですね、今一人いる店の子も、その僕が帰ってくる4年前に出て、最年少で入賞です、銀賞だったんですけど、最年少で入賞したのと、今うちから独立して外出た子が金賞も取れてますね。おお、もうなんかスペシャリスト揃いじゃないですか。そんなことないです。いや、そんだけ素晴らしいお店のこれ看板メニューとかもう絶対美味しいですよね。絶対美味しいですね、絶対美味しい。ここにあるんですね。食べたい。もうちょっと我慢できないんですけど。じゃあ匂いにつられてきたからどうぞ。せっかくいいんですか。うん、どうぞ。もうそんなん多分一人で平らげちゃうぐらいになりますよ。これはもうみんなでスタッフで分けましょう。じゃあいただきます。早速。もう醤油なしでもこのままで、ね、うん、食べていただけますんで、うん、すごい本当に今できてすぐ持ってきてくださる、ね、そうですね、さっき作ったばっかりで、はい、新鮮な。しかも分厚いですね、サバも、ね、そうですね、今秋サバって言いまして、はい、サバ1年の中でも今身が厚くなって、一番脂も乗ってくる時期なんで、一番食べ頃、本当美味しい時期ですね。美味しそう。やっぱそんだけ大きいと思った感じ、ね、分厚い、本当に。いただきます。どうぞ。おぉ顔芸になってるけど。美味しい。感動、感動してやる。これは、はぁリアクションがちょっと古いですよね。いやでも、めっちゃくちゃ美味しいんで、ほんまにこうちゃん君食べてみますか。めっちゃ美味しい。よろしいですか。すみません、食べてください。よっしゃ、すみません、失礼します。じゃあこの分厚いやついただこうと。いただきます。手振る、手振る。いただきます。
黙ってしまう。もう完全にこう食べる芸術ですよ、もう。食べる芸術ですから、ほんとに。めちゃめちゃ美味しいです、これ。ね、でしょ、めっちゃ美味しいよね。うん、いやー、ほんとに香りもいいしね。うん、味でもほんと楽しめるし、うん、香りでも楽しめるし、本当に五感をこう、なんていうんですかね、刺激されるなって思います。うん、どうどう、あ、もう食べきった。来てよかった。よかった。来てよかった。仕事頑張ったご褒美です ね、 ね、 これね、うん、なかなかね、こんな美味しいのなかなか食べれないよ、うんうん、だからこそこれ今日応募していただいてね、ね、ぜひ、うん、チャットもなんか来てるよ。もう美味しそうに食べるね、めぐみさん。お、 ありがとうございます。すごく美味しそうでした。本当に美味しいんで、うん、自然とね、交渉もそれを見習わなあかんの、はい。本当に美味しいですよね。いやー、でも皆さんチャットもね、たくさんありがとうございます、ね、うん、なんか変な来てますよ。文化の秋の会ないやし、長浜の文化の味とか言わんかい。じゃ今言います、長浜の文化の味です。長浜のね、食の文化、食の文化ですね、うん、うん、いやすごいね、結構この分厚いですよね。そうですね、うん、あの普通の握りと違って、これはちょっとあの空気をね、あの抜く感じで、あのちょっとね、押し込む感じで練り込むんですね。で、普通の握りはあの口の中入れた時にふわっと口の中でほどけるようなのを楽しむんですけど、サバ寿司っていうのはあの口で噛んでるうちに、あの口の中であの混然一体というかね、あの、あのなんていうか調和されて美味しくなるっていうような、あの関西の独特のね、伝統のお寿司ですね、こちらの方は。なるほど。私も食べたい。どうぞどうぞ。え、いいですか、いいですか。一応スタッフに確認せんとね。さあね、あの京国寿司さん、2010年食べログの笑いの店に選ばれておられますね。うん、そうですね、はい。の前年もね、なんとなんと食べログベストレストランに選ばれておられます。うん、はい、もうそんなお店 の、 このお寿司がなんと長浜で食べれるというのはすごく貴重なので、ぜひ皆さん京国寿司さん行ってください。そうですよ、 VTR でも食べましたが、もう一回いただきます。お、食べ過ぎですよ、ずるい。いいね、食欲なきだから。なるほど、うん、食も文化ですからね。あ、もうすごい油が乗ってるって感じですよね。そうですね、うん、ほんま今一番食べ頃の、うん、柔らかいですね、やっぱり。そうですね、あの、ね、うん、生のサバをうちでおろして、あのしめ鯖にしてるんで、うん、あの結構あの京都とか大阪の鯖寿司っていうのは塩鯖してるやつをもう一回酢につけるんで、うん、結構あのよく締まってるやつが多いんですけど、うん、うちのは結構中が生っぽい感じが残ってるのが特徴ですね、うん、だからすごく食べやすいなっていう感覚もやっぱあるんですよね、うん、うん、確かに美味しい、美味しそうに食べられますね、うん、見習おった。うん、じゃあここで、キーワード発表をいたします、うん、今回のこの、サバ寿司のキーワードは高所頑張れでお願いいたします。繰り返し申し上げます、高所頑張れです。うん、2回自分のこと頑張れ、頑張れ、自分で自分に言い聞かすみたいなね。そう、高所頑張れと皆さん、ね、ちゃんとね、はい、はい、本部に入れて、はい、もう一度申し上げますと、こちらのアドレスの方に、件名に、サバ寿司応募と書いていただきまして、お名前、ご住所、電話番号、そして先ほど申し上げましたキーワードをご記入いただいて、メールをあのご送信ください。そうすると当たれば、なんとこのサバ寿司の棒寿司の引換券が当たりますので、あの京国寿司さんに行っていただいて、これを味わってください。もうぜひぜひね、皆さんに応募していただきたいですね。ね、私たちだってこんな食べるのもなんかね、うん、ね、申し訳ないので、皆さん、うん、ぜひどしどし応募して当ててください、はい、京国寿司さんは、はい、あれですよね、長浜市元浜町の本当にメインストリートでも言っていいぐらいの大手門通りのね、大手門通りの真ん中ですね、うん、はい、本当に観光客の方もいっぱい通られるんですか、やっぱり。そうですね、お昼は観光の方とか、あの遠くからわざわざ来ていただく方とかが多いですし、夜はあの全然人歩いてないんですけれども、うん、あの逆に夜の方が賑やかに、あの地元の人とか常連さんとかが集まって、ね、かえって夜もね、すごく賑やかですよ、うん、
営業時間って何時から何時まで？営業時間は基本、11時から9時までですね。9時までにお入りいただいたら、まあ、オーダーストップなしっていううちの父親の意向があるんで、大体いつも10時過ぎとかそれぐらいまでは大体お客さんが中にいらっしゃるっていう感じですね。今ちょっと抜け出してきてますけど。ありがとうございます。これってやっぱ観光の方とかお車で来られる方も結構多いと思うんですけど、お車はどっか止めるとこもあるんですか？そうですね、あの真ん中のあのホデヤパーキングってあの市営駐車場ですけどもね、あの写真さんとこ入ってきたところのあの一番大きい駐車場なんですけど、そこ止めていただいたらあのお食事時間分のあのパーキングチケットの方をお出しさせていただきますんで、またそちらをご利用いただいて、はい、ですね、もう本当に地元の方にも愛されてるし観光客の皆様にも愛されてる素敵なお店ですね、ぜひ行ってください、うん、ということで、京極寿司さんでした。ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。嬉しかった。ということで、今週の、週末イベントの方を紹介して。ちょっと待った。はい。もう一つ。あ、ほんまや。ありがとうございました。大事なものを。大事なの忘れてるよ。先ほどね、このウォッチさんの中に、はい、ね。ウォッチさんなんですけども、スタコホのコラムもちゃんと載ってるのでチェックしてください。今月のメンバー紹介は、松島先生、そう、松島先生、ちょっと今まで写真やったんですけど、今回はなんか松島先生のこれ消しゴムハンコで作っていただいたやつですね。すごく味がありますね。ね、そっくりそう似てる、はい、また皆さんこちらもチェックしてください。これ言わないとケイニーさんに怒られちゃうよということで、皆さん助かりました。大事大事、そうだよ、大事だよ、大事だ、はい、ということで週末のイベント情報をお願いします。川崎屋さんのライブ、3本連続いきます。まず11月8日に、北澤直樹さんの、朗読劇があります。ん、うん、違うよ、はい、北澤直樹さんとその朗読劇の小柳の春さん赤谷の里さんですね。そうですね、また3組です。3組です、はい、失礼しました失礼しました失礼しました。これ、11月8日の土曜日にあるということで、北沢さんですね、はい、続きまして11月9日の日曜日に、高畑裕樹さんのライブがあります。こちら2つともあれですか、まあ、以前土日土日です ね、 ね、はい、8日の土曜と、9日の日曜 日、うん、ということで、次第3弾目、飯窪沙織さんのシガレコ初ライブということで、11月13日木曜日にライブを行われます、うん、これ平日なんですね。平日ということ で、うん、でこの飯窪さん、あの11月3日にあの CD を発売されたということで、うん、そうそう、はい、いい飯窪沙織ということで113ということ、あ、なるほど、そういうことか、飯窪沙織デーということにしてるらしいですよ。もうぜひもう CD を聴いていただいて、うん、でライブに行ってください。またね、オープニングアクトは、ね、清水佳代子さんということで、うん、日だまりセカンドの、はい、はい、ということで、もう川崎が熱いです。ぜひライブに行ってください。そうですね、平日の夜も楽しめるということで、はい、はいはい、続いてですね、11月の9日日曜日に行われます奥琵琶湖水の駅祭り2014ということで、こちらですね、水の、道の駅塩津街道味釜の里にて行われます。11月9日の日曜日9時から、17時まで行われます。もうすごいね、盛りだくさんなんですよ、うん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 、にぎわいテント村ということで模擬店がたくさん出されますし、あと特産品大特売会ということで、地元で採れたね特産品などもあります。また、ガラポン抽選会もこちらでお買い上げいただいた1000円ごとに、1回抽選に参加できるということで、あとですね、なんと鴨肉入り千人鍋とか本菓子とか、そちらのね振る舞いも、10時と13時半と2回ね振る舞いも行われます。またじゃんけん大会だとか、これちょっと私魅力的だなと思うのが奥琵琶湖遊覧、あ、いいなということで、11時と13時、当日受付で定員20名となってます。竹生島を間近に楽しめるということで、遊覧船でね奥琵琶湖を楽しむということで、こちら定員20名ですね。先ほども申しましたが定員20名、大人500円、子供200円ということで、すごくお手頃価格です。そうですね、安いですね、はい、
また、野外ステージもありまして、よさこいですとか、あと、小林美奈ちゃん、滋賀出身のね、シンガーソングライターですね。小林美奈ちゃんですとか、3人組ポップユニットトイロイトさん、また、バルーンとかジャグリングのパフォーマーであります、スマイルパフォーマー、キューちゃんさん。キューちゃんさんっていうのがあるんですけど、はい。などね、あと中学生バンドの子たちも出ますので皆さん楽しみにしていてください。またキャラクター撮影会ということで三成くんですとか秀吉くん、またね、味釜の里には味釜くんというねキャラクターもいます。この真ん中のですね、はい、この真ん中のね可愛い傘かぶった子なんですけども、そちらも、来てくれるということでキャラクターとの撮影会もできます。お問い合わせは西麻布地域振興イベント実行委員会までお願いします。電話番号074989-0281 074989-0281 までよろしくお願いいたします。ということで、はい、今週末もね楽しそうなイベントがいっぱいあるということで、うん、週末だけじゃないよ、今平日も紹介したから、ね、今日もね熱いライブを聞きに行きましょう、うん、ということで今週の天気はどうでしょうか。はい、じゃあ今週の週末の湖北のお天気です。11月8日土曜日、曇りと後晴れ、最高気温18度、最低気温8度でですね、降水確率 30%。 11月9日日曜日、曇り、最低気温11度、最高気温19度ですね。で降水確率が 40% となってます。はい、ありがとうございます。またね、ちょっと最低気温もちょっと、もうね、最近寒いですしね、8度ですよ、8度、寒いな、なんか晴れてても寒いですもんね、風がもう冷たい、もうね、そろそろ回路がね、必要になってきてね、まあ、どうなる、半袖の方もおられますかね、半袖さんもいるんですけど、はい、あの先ほどもあの申し伝えました、伝え遅れましたが、ね、サバ寿司の応募期限が11月8日土曜日の24時まで気になってますので、あのご了承ください。はい、8日まで、8日まで24時です、うん、チャットチャットチャットが来ている。はい、交渉頑張れ、 ありがとうございます。あよ、京極寿司さん太っ腹ということで、お、本当にありがたいですね。すね、出前もしていただいて、さらに1本プレゼントしていただくということで、ね、ありがたいですね。じゃあ来週のスタジオ広告は何でしょうか。はい、こちらです。じゃじゃーん、じゃん、はい、11月12日放送です。深坂鼓動ということで、ちょっとねこれ今回松島先生が素晴らしい絵を描いてくださったんです。鼓動っていうことで、おー、毎回味がある絵を描いてくださいますね。はい、ちょっとね、秋ということで、うん、うん、ちょっとし深坂鼓動、私初めて聞いたんですけど、ね、そちらもちゃんとスタコホスタッフ取材に行って皆様にお伝えできたらなと思います。また、長浜チャンネルもありますので、そちらもぜひごチェックお願いします。はい、ということで今週もねすごく美味しい企画をしましたんで、はい、今日はこの辺で。ゆるいな。はい。少々頑張りました。頑張りました。ありがとうございます。本当にあの寿司ありがとうございます。美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまです。ありがとうございます。それではおやすみなさい。はい、おやすみなさい。